マスカレードは素敵な殿。踊らないんですか？失礼、驚かせてしまいましたね。後ろ姿が知り合いに似ていたもので、よかったらご一緒にって踊りを。ええ、お嫌でなければぜひ。はい。足元に気をつけて。踊りの経験は？実は全く。では俺に任せてください。力を抜いて。肩に手を。そう。わ、すごい。何が見えますか？え？怖くないですか？え？俺みたいな男に体を預けて。そんなこと。夢のようです。あなたみたいな人と踊れるなんて。本当に夢のようです。そんな冗談。あ、ごめん。え、ありがとう。いえ、あの、よかったんですか？どうしてそんなこと？だって今日のような日にそんな無粋なことは関係ありませんよ。でも俺が踊りたかったのは、どうしてでしょうね。次はもっと堂々と誘え。え？いえ、何でもありません。では俺はこれで。では
もういいのかい？この子は人間じゃない。恐ろしい。そうに違いない。どうしてだろう。僕はただ君がスモールウルフか。あんたは？私は灰の魔女、そう呼ばれている。魔女？本当に君の心から私はずっと旅をしてきた。だいぶ昔のことだけど、どうも私の肩を蝶は魂の乗り物だからね。私には子供がいるんだ。君と同じくらいの年の。私はその子の悲劇でも喜劇でもいい。あの子の魂とはいつかまた巡り会える。君とは今日でお別れだ。え？どうして？それもあるけれど、別の世界、君の物語を選別に。これをカレイドビアという。僕の
そしてこれは君にもこれから友人ができるだろう。そのすべてを。あ、すべてを。そうだ、辛いことも楽しいこともすべて。そうすれば君たちの心に芽吹くすべて。まるで付き物が落ちたようじゃ。人の心を取り戻した。これなら次期当主として何も問題はない。こっちの方が。君にもこれから言う。そのす。君。オルガ。僕は、僕と友達になってくれないかな。僕はエイプリル。ねえオルガ。もういいのかい？レビが大好きだから。起きろ。今度はどこに連れて行く気だ。黙って歩け。皆静粛に。これより町を騒がせた魔女への審問を開始する。私の質問に何時はこの町には。違う、私は魔女じゃない。嘘偽りなくと申し。本当だ。では何時。それは答えられ
汝は魔女の力をも…違う。また人心を操るだけ。そんなことはしていない。黒い影なる異名をも…それは…どうした？その通り。黒い影は俺だ！誰一人殺してないそいつが、ま、そのナイフ。もう一度言う。町の人間を殺していたのは目障りな奴を。魔女だ赤い目だと騒いじゃいるが、こいつが人を殺したところを見たことがあるのか。俺は殺した。さあ俺を裁け。こんな魔女かどうかもわからねえ奴より、まずは俺を裁けよ。その話は本当だ。ラバン、聞いての通りだ。我々ボルグの一族は全てが罪を負ったトガビ。やめろ兄貴。だがいいんだよ。お前らは誰も殺してねえ。何も罪を犯してない。そんなことしたって罪は消えない。誰かになすりつけて終わらせるわけにはいかねえんだ。耳の痛い話だな。俺もまた前当主の罪をファルジの一族とて決して潔白とは言えない。ルーガス、ファルジの一族はオルガの父上の罪は お待ちください。ボルグの処遇はボルですが、魔女、魔女など最初からいなかった。そこにいるのはただの女だ。すまない。え、どうしてラバンが。お前を迎えに来たに決まってるだろう。まずは屋敷に戻ろう。
同じ造りの屋敷が。レビはどうなったの？屋敷に戻ったら話すって言ったよね。今頃そう命じたのは、余計なことは考えるなよ。でもいずれ罪は償うべきだと。レビはあの時気づい、そうだろう。レビに会えないかな。しばらくはダメだ。どうして？今お前とレビが接触したら、またよからぬ噂になりかねない。ボルグの当主として、逆に俺はもし渡すものがあれば。渡すもの？例えば。ありがとうラバン。それだって。うん。こんにちは。ラバンが手紙を届けてくれるというレビに手紙なんて初めてだから、まずはありがとう。屋敷、こんなに大きいものがいくつもある。まだまだ私の知らないことがいっぱいありますね。レビは、私も同じ地下牢にいたけど、レビも早く出られると嬉しいです。また手紙を書きます。ジェド、俺はそろそろ出るぞ。ごめん、遅くなって。ああ、それと。そんなつもりはなかったが。レビからの返事だ。ジェドエ、手紙ありがとな。牢屋暮らしも慣れると悪くないぜ。何もしないでも飯は出てくるし。お前が無事でよかったよ。それがちょっと早まっただけだ。それとよかったらまた何か書いてくれよ。お前の手紙読むだけでも暇つぶしに。追伸、お前手紙書くの下手すぎ。次はもうちょいまともな文章か。下手くそな手紙で悪かったな。もう書くのをやめようと思ったけど、でもちょっとだけ安心した。それとレビって字が上手だったんだね。ずっと一緒に暮らしてたのに。それに直接文句も言ってやりたいしね。俺もお前に会いたい。
レビに会いに行くか。え？お前がそうしたければ。もちろんだよ。なら、声出すなよ。そんなことしか言えないの？お前が来んのは兄貴から聞いてたし、これからよろしくな。これから？あれ？今から説明するところだ。ジェド。食事番？食事を用意して。そこはせめて2回にしてくんねえかな。そうしてほしいなら、せいぜい食事番の機嫌を取るんだな。あの。嫌なら別のものに。嫌なんて。それなら頼む。それと、なんだよ、おかしい。ありがとう、ナバン。礼を言うのはこっちだ。面倒な仕事を引き受けてくれて。早速で悪いんだけどさ。そうなの？ああ、最初から言ってくれれば。悪いな、兄。いや、俺の方こそ。来たのか？いや、だってさ、すげえ雪なんだろ？さっき見回りに来たおっちゃんが、と。本当だ。いや、お前その中を歩いた。だって、せっかく。ま、ありがとな。まだあったけえな。どうぞ、召し。お、どうかした？いや、なんつうか、芋が溶けたぞ。ふふん、形を崩さないようにそれだけ煮込むの、大変。すげえな、お前。これ、外ふ。そうかも。ったく、無理してくるから。どうすんだよ。しょうがない、今日はここに泊まるよ。泊まるって。平気だよ。まあ、そういやそうだったな。そっち寒くねえか？平気だよ。こんな風に並んで寝るの。さあな。そっか。やっぱ寒いだろ。そんなことないって。冷てえけど。
あったかいな。なんだよそれ。お前はいつもあったかい。俺さ、ここに入れられてから。何を？いつからお前に惚れてたのかなって。それ私も知りたい。なんかずっと忘れてたんだけどさ、あの時もこうやって手を握ってたっけ。あの時？人を殺すのに。うん。あの頃の俺は氷みたいに冷たい水で死を。そんな時に。それがすっげーあったかくて。だからそっからどんどんお前のこと好きになってって。女だって知らなかったのに。人として好きになったんだよ。で多分俺どっかで分かってたんだと思う。そっか。本当に小さくてどうでもいいことだけど。私たち似てるのかもしれないね。そうか。私もそのことで誰かに嫌われたくなかった。その頃に俺がお前の手を取ってたらさ。それはどうだろうね。なんでだよ。俺さ、多分処刑されると思う。やったことを考えればと。そんな。どうしてそう思うの？兄貴の態度を見てりゃうすうすな。そんなのしょうがねえだろ。だってレビは当たり前だ。私は、うん、でもレビのおかげで誤解が解けて。そっか。だからレビだって。ありがとな。もしもさ、うん、その時はラバンは一緒じゃないの？兄貴はいいや。ひどいな。そんでさ、お前と二人で暮らすようになったら。レビは十分強いよ。全然だよ。命を奪うんじゃなくて。レビと暮らせたら。おお。レビはさ、ん？それだけじゃない。本当は女だってバレちゃ。俺そんなこと言ったっけ？言ったよ。ちっ、お前には下手なこと言えないな。言ってもらえた方が嬉しいよ。そんな人がいなければ。おい、ジェド。レビがいなくなるなんて。すげえ告白だな。せっかくこんなに近くにいるのに。お前のことが好きだ。お前と暮らせるようになったらさ、そのうち夫婦になったりするかもしれないよな。
私とレビが？そんでさ、子供も何人か生まれてさ。そうなったら大変だ。うるせえ。ごめん、レビは優しいお父さんになりそうだね。だろ？俺、本？そっちも大事だけどさ、子供にはしてやりたいんだ。そっか。きっとじゃねえよ。早かったな。うわ、ラバン。ただいま。分かっている。うん。レビの朝食を作らないといけないか。その必要はない。え？どうして？ケイが。極刑は免れた。え？追放だ。追放？あいつを助けようとした者には。そんな！行くな。話せ、話してくれ。行ってどうする。お前まで追放されるぞ。でも、それでもレビも承知のことだ。あいつは。え？最後にきっと
そろそろ行くか。レミ！ジェド？ジェド、お前バカ、このバカ。バカはお前だ。なんで来たんだよ。私はレビと一緒に行く。一緒に行くって。分かってる。俺はお前にだけは生きてて欲しかったのに。ごめん。でもどこに誰と行くかは。どうして俺なんだよ。レビが大好きだから。レビと一緒にいると楽しい。そんな小さくてどうでもいいことが。そんな時に本当に小さくてどう。私はレビと一緒にいたい。ありがとどんな手段を使ってもお前を魔女と呼び、俺はいらない。さあ、出ろ。え？寝ぼけているのか。グズグズするな。どこへ行くんだ。黙って歩け。ここは
いくつも同じ屋敷を作るとはな。いつまでも見てないで。入ります。ジェド、ラバン、すまない、こんな目に遭わせて。ラバンが謝ることじゃないよ。連れてきました。ご苦労だったな。はさあ。ありがとう。心配するな。要求通り、旅衆の魔女は連れてきた。まずはこちらの要求を受け入れていただき。前置きはいい。では単刀直入に。その女は魔女だ。嫌疑をかけられているだけだ。十分だ。その女を解放して捕らえておいた方が。ファルジの当主に。これ以上この町に余計な。俺もお前もお互い変わったばかりの当主では。その心配はいらない。根拠はある。ジェドは俺の妻だ。ボルグの当主の妻が。事実か。事実だ。母上のことがなければ。ファルジの一族は母上。そのようなつもりはない。信用できるものか。さすがに言葉が過ぎ。事実を述べた。ボルグの前当主は魔女の嫌疑が。嫌疑のみで証拠もなく家を焼かれ、家族を。それに怒り町。それは母上は魔女ではなかった。そして次は我が妻か。そうはさせん。だがその時は貴様ら全員根絶やしにしてやるぞ。ボルグの一族は必ずや復讐を果たす。失礼。少々話が飛躍した。さあ返答やいかに。その前に。そのだ。そうか。再度問おう。今日は交渉の席と聞いてきたが。そんなつもりは毛頭ない。一人の女を解放する。不満か。この町から争いの気配を消し去りたい。では魔女。では我々はこれで失礼する。なんだ。お前の妻だというのなら。ああ、この身に変えても。ジェド。よかった、お前が無事に帰ってきてくれて。あくまで名目上のことだ。そんな。ラバン、
ルグの当主の妻という肩書きを利用してくれればいい。それだけでも。外に出てみるか。え？俺の言葉だけじゃ。いいから行くぞ。大丈夫だと言っているだろ。でも、ラバン、待っ、よかった。え、さっきファルジの人たちが話してたのよ。ま、俺を調子いいこと言ってんじゃないよ。しかし、すっかり騙されてたわ。あ、その、いえいえ、しかも結婚まで。え、相手がボルグの。本当におめ、もうこんな風に。そんなことはない。ラバン。あ、こりゃまた。ジェドだって。それはもち。妻もこう言っている。さて、今日のところは帰るとするか。秘密を信用していないわけじゃないが。でも、二つの秘密を抱えていたお前なら。少し疲れているだけだ。でも、仕事に戻る。あ、待って。夫婦揃って全然姿、まだお祝いのこと。すみません。あ、まあそうですの。はあ、
もう放っておいてくれ。レヴィ。よ。何をしてるの？見ての通りだよ。わからないから聞い。だから荷物をまとめて。え？まあ、それはそうだけど。いつまでもお邪魔虫がいんのもどうかと思う。お邪魔虫なんて。なあ、わかってるって。だったら気まずいんだよ。で、ちょうどいいとこも見つかったし。まあ、それだけじゃなくて。そんな。中をすんなって。お前だって。じゃあな、兄貴にはもう言ってあるし。レヴィって。ハイタカだ。本当にボルグの当主ジェド。ラバン。レヴィが来てたのか。うん、ラバンは別に。お前の姿が見えたから。まだ。あ、いきなり何を。あいつのせいで。あいつの嫌だ。不快だな。そうみたいだな。以前は抑えられていた。以前は私の子供の頃からお前に気づかされていた。俺は常にそんな身勝手な血を。ラバンはフランシスカのこともだが。え、あの男と同じことをしてないか。ボルグの一族に。そんなことはない。お前はあの男どうで、あの一緒に暮らすようにお前違う。死んで消えたはずなのに。そして俺は、私は縛られてここにいるわけじゃない。父親としても子供も全ての人々に憎まれて当然のことをした。フランシスカのこと。いや、ハイタカは憎まれて当然のことをしたって。ラバンのことだってそんなはずはない。ラバン、もしそれが事実だとしても、俺もまた。ラバン。今は。何をし。
吐いたか？